バモス長崎、マッチデイビジエダー戦ですね。今バーにバー10まで行ってる最中でございます。まず先日の開幕戦の YouTube のアップロードがちょっと遅くなってしまいまして申し訳ありませんでした。昨日アップしたんですけど、もう次の日、今日がもう第2節ということで、ちょっとバッタバタで遅くなってしまいました。申し訳ありません。佐世保文化会館、体育文化会館に来ております。というのもですね、今日は長崎ベルカの試合がですね、ここ我々のガッタライの本拠地佐世保であるということで、キッチンカーの方出店させていただいてます。ビバーレンもベルカも勝ちますように。はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。どうもどうも。いや、藤谷先生、藤枝戦言えてました今。藤枝戦、藤枝戦始まりますよ。今日はここ佐世保でですね、ベルカの試合もあるということで、おお、ベルカベルカベルカデウスデウス、それデウス。私の方はバー1-2でちょっとサッカーを遊んで観戦したいなと思います。キッチンカーの方は体育文化会館で出店中でございます。なんか特別メニューということで、今日は焼肉のガジローそしてカツカツカツ丼カツためにカツカツカツ丼ね。カツカツカツ丼いいね。そしてタコライスからのビビ君、必勝、今季初白星なるか、応援して参りたいと思います。激アツサポーターが来てくれました、なんと今日イエイイエイ、今季もよろしくお願いします。今年こそは J1 に行くぞ、 J1 にってことで J1 OK、 マモスマモス、じゃあ行きましょう。はい、今日は藤枝 MYFC 戦で、2014年に J3 入って、まあ約今年で8年、14年だから8年、8年9年越しの思いで J2 に上がってきたという、ちょっと勢いがあるチームで、で、なんか監督の傾向を見てたら、どうも攻撃サッカー、まあ1点取られたとしても3点取り返すみたいな、そんなサッカーみたいで、結構オープンな展開になるんじゃないかなと。で、3バックだったかな、多分前節は。で、フォワード9番の選手がめちゃくちゃもうストライカーっぽい動きをするんですね。第1節のヘディングシュートは特にすごかったですね。ここ要注意だと思います。でも長崎のディフェンスライン結構硬いから、まあ大丈夫でしょう。守りながらワンチャンスをものにして勝ちに行きたいと思います。はい、前半終了です。どうですか。いい勝負。でも決めていいところ 何点がありましたね。パンマさん最初のキーパーが出てるところのロングシュートと、あとゴール前で切り返したのが2回、いいチャンスだったな。やる決めて欲しかったね。先制点が本当欲しい。本当ね。なんか入りそうで入れなかった、その早い時間帯で、前半の後半はちょっと攻められてたみたいな印象でした。っていうかイエローカードですかね、あれ。もう3枚もらったけど、ディフェンス1人、高橋くしびき。あとエジガルとファンマはなんか抗議したかなんかで、なんだか靴だけ言うか抗議するよそれだって靴投げる、靴投げたね、ジャーンってあれがイエローカード、赤ちゃんみたいなやばいっす。ちょっとビファーレンの外国人選手は大体前半にカードもらうんですよ。で退場されたらまずいってことで交代するのがよくあるパターンなんで、クレイソン入って、クレイソン入ってクレイソンはすぐレッドカードもらうからやばいかもしれない。幸いカイオがもらってない、まだ珍しい、ちょっと珍しいですね。後半頑張るし、いける、勝てると思いますけど、なんか危なかった最後らへんは。ちょっとビルドアップがキーパーとディフェンス3人でこうなんかひし形つけてビルドアップしてて、かなり高い位置、あれ危ないっすよね絶対、あれ大チャンスです、もし取れたら、取れたら大チャンスなんですけど、その最初のファンマのシュートの時みたいな感じのことが起こる可能性があると、前から言ってほしいな、取れる。はい、後半に期待しましょう。バモス、バモス、イエイ。
ぞ J1。 絶対勝つと思ったぞ今。やられちゃいましたね。ふざけんなよ。今日楽しみにしとったっすよね。もう今日は勝ちしか信じてない。今季初勝利を見にここまでわざわざ来てくれて。藤枝もうちょっとショックすぎて、でもなんか笑えてくるっていうか同じ気持ちですよ。あ、勝ちたい。まあベルカでも見に行きますか。行きましょう。バスケがありますから我々にも。バスケは勝つ。バスケはありますから。バスケは勝つ。ベルカは勝つ。はい。バモス長崎。バモス。へいへいへい。ということで試合結果から。そうですね。さっき終わりました。で今動画撮ってます。第2節藤枝マイ FC 戦0対2で敗戦となりました。2連敗。やばいね。最下位です。多分。そうやね。まだゴールも見れてないですね。ほんとね、やばいんじゃないこれ。結果がついてきてないですね。引き分けならまだしも負けてますからね。藤枝めっちゃ強くなかった。強かったね。ちょっとさ、こっちもさ J3 のチームやったって思ってさ、うん、若干ね、うん、あったやんかさ。あったよ。だって初めての J2 参入で、だってグランドとかなんか前使った時の線残っとったよね。あれ謎やったね。でさ、そんな感じねみたいな。ちょっとさ、こっちもさ、あったやん、その、うん、あれがあった。なんかそのいろんなところでね、改修工事してるんですね。スタジアムが確かもう、あの城の壁残っとるし。まあまあ、なんですか。でも3バックで、で真ん中6枚361って言ってたんですよ、フォーメーションが。うーん、ダゾーンのその解説ではですね、いや確かに中盤多いなって。試合見てて澤田選手が要は攻撃の時は高い位置取るけど、ディフェンスになったら5バックの中に降りてくるようなシステムだったじゃないですか、うん、リファレンス。そこの澤田選手がその戻るところのあたりで裏をやられてたのが多分 2,3 本あったのと、真ん中に宮城選手と海洋選手と桑崎ですね、この3枚がこの真ん中のラインにいるんですけど、うん、要は相手6枚だからこの間をね、もう何回もパス通されるの。ずっと向こうの2シャドウがかなりくさびいいとこでもらっていい仕事しよったっすね。うん、しよった。から反転してシュート結構見られた。あれで5枚敷いてるから、まあ、大丈夫ではあるんですけど、なんかこうこっち行ったりこっち行ったり、なんかどっちってなんか惑わされるような部分が多かったかなイメージ、うん、にしてもファンマの大チャンスはやっぱ決めておけばっていう結果になりますよね。前半の最初と後半の最初だけ見たら、あ、今日はいけるなっていう、うん、思った思った。ほんとほらさ、向こうのビルドアップがすごかったじゃないですか。あ、キーパーすごかったね、エデルソンって。精度パスもごついね。本当によう通りよった。え、でもあのビルドアップはだってリスク高くて、要は一番最初のファンマのシュートみたいなことがもう本当リスクとして常にある状態だから、シーズン1回はあるやろ ね、うん、ね。ビファレも微妙だったんですよね、前からがっつり行く時と、あとまあそれ剥がされてたから多分下がってしまうような時と。でもファンマとかよくプレスバックして、あのかなりディフェンス頑張ってたっすよね。ディフェンスすごいな、うん、で僕カリエル監督、うん、まあ、去年と一貫性ないなって思ってしまうのが、うん、まあ、ボールつけて戦うって言ってた、うん、戦い方からかなり変えて、うん、確かにターゲット決めてそこにぶつけるっていう、個人に頼った戦い方っていうのがちょっと見受けられて、うん、まあ、なんか途中解説の方も言ってましたけど、個体組織っていう構図やって完全に組織に負けたっていうところだったと思うんですけど、うん、ね、でそのファンマ頼りで、エジガルのキープ力頼り、うん、でなんかでそのスローインとでゴールキックも一回デザインして、してきましたよね、うん、なんかその戦術っていうか、戦術、まあ戦術ではあると思うんですけど、長続きしないなっていうか思ってしまったんですよね。確かに確かに、まあ、ファンマに収まってはおったけどね、うん、でもそういうことよね。去年から言ってたカリレスカさんのサッカーってちょっと違う方向に転じたなって感じですね。一個一個のそのプレーってっていうのにゴールに結びつけるっていう意図はめっちゃ見受けられて、そこからスローインにしてもゴールキックにしろ、うん、なんかそこを狙われてるのは本当勝ちにこだわった集団だなって思ったんですけどね、うん、はい、戦術っていうかなんかトリックにこだわったって感じなのかな。
起用選手どうでした今年、今日。いや、まあ今日は前回と阿部選手変えて、まあ宮城選手スタメンやったっすね。前回ほどその宮城選手のドリブルは活かせてなかったなって思うのは。そうね、完全毎回2人来よったもんね、うん、今、まあ、もうブライトの時の三笘みたいな対策されてますね。そう、多分対策されてるんですよね、向こうから。で、なんなんやろう、やっぱリードされた後のサッカーのプランっていうのはまあおそらくあるんでしょうけど、がっちりハマってないなっていう印象っすね。でも大竹選手かなりボールを収めて、うん、収めてあのテンポ作って中盤で回るようにね、うん、で多分クレイソンのとこによく左サイドバックからこうパスが入ってたと思うんですけど、全然収まってなかったくないですか、うん、一枚も名倉選手が噛むことによってチャンスになることがかなりありました ね、 あそこの、まあ、玉田選手がおった時の役割、そうね、玉田選手が降りてきてよ、ね、ボール回してね、大竹さんもあのモテるけんね、ボールはね、そうそう、向こうがプレッシャーとっても2タッチで局面打開していくっていう力があると思うんで、まあまあ何はともあれちょっと2連敗ですよ、うん、行くぞ J1 じゃないです、これ J3 に行ってます、今ちょっと近づいてますよ、やばいね、やばい、これなんとかせんと、ちょっと今年の僕らのチャンネル的なスローガン決めときます、そうね待って、今決めるけん、今決めましょう、あし、まあ、ちょっと行くぞ J1 とか絡めたいっすね、あじゃあもう行くぞ B1 にしましょうか、 B1 ベルカベルカに行くそう、ベルカね、ベルカに託そう、今日はもうなんと5時からベルカの試合が佐世保でですね、そうす、 まだ始まってないけど見たらめちゃくちゃ面白いもんね、ベルカもうそこ勝ってもらおういやーでもほんと悔しい、サポーター今日一緒に観戦してたんですけど、めちゃくちゃ悔しがってましたねうまかったって言えばうまかったけど、いい、サッカーしていい勝つってそんなんあるんかもね、ダークホースって。ほら、去年の熊本もそうやったよ。いや、俺もそのイメージ完全に藤枝、ね、台風の目やと思いますよ。で、外国人選手なんていないですからね。そんな資金力もないし、クラブ。てか、9番めっちゃうまかったよね。よかった。あの、その前節のハイライトも見てて、あの9番がやっぱもうストライカーっていうストライカーなんですよ。まあ、自節っすよ、うん。切り替えますか。うん、まあス。スローガンは次回発表しましょう。そうね。スローガン決めときます。うん、さあ、ということで、うん、3月4日。清水エスパルス戦ホームで初勝利見せてくれますか、いいと思う10年ぐらい経つじゃない、待ってマジでがっかりっす、本当にそうですねみんな聞いてほしいの、なーにー学校へ行こうかよ元気です元気ですマジで J1 行こう、うん、まだ2試合しか終わってないから、うん、あと40連勝すればいいだけの話、毎回言うつもり絶対オッケー、それ、まあ、それにしよう、うん、今年のスローガンはあと何連勝すればいいあと40連勝すればいいだけの話簡単失点はトータルで10点に抑えよう、無理やった去年も言わなかった俺、言った 100% 無理だよ、 100% 無理って、あと8やからな、あと7、あと7かまあ去年も言ったように5試合で3勝1分け1敗ぐらいがボーダーなんですよね、うん、このまま負け慣れしたらダメ、また3月4日ホームでキッチンカーも販売します、ハンバーガーもうぜひよかったらお願いします、晴れてくれたらいいな、そしてサポーターたくさん集まったらいいな、それではまた来週お会いしましょう、バモス長崎、バイバイ、バイバイ。